チキンフットは、アメリカ合衆国のハードロックのスーパーグループ。2018年現在、スタジオアルバムを2枚、ライブアルバムを1枚、ベストアルバムを1枚リリースしている。バンド誕生のきっかけは偶然で、サミー・ヘイガーとマイケル・アンソニーが、メキシコにあるサミー・ヘイガーのクラブ、カボアボ・カンティーナで演奏している際に、チャド・スミスが、ジャムに参加したことから、すべてが始まった。 最高の瞬間を共有した3人は、ギタリストとして、ジョー・サトリアーニにオファーすることになり、その後、4人によるスタジオでのジャムセッションを経て、バンドが結成された。2009年、ファーストアルバム、チキンフットをリリース。全米チャートの4位につけ、ゴールドディスクに認定された。2011年、セカンドアルバム、チキンフット3をリリース。2012年、 初のライブアルバムとなる LV をリリース。2017年、ベストライブをリリース。2011年から2012年のツアーのみ参加、ケニー・アロノフ・ドラムス。ありがとうございます。